こんにちは、笠原です。今回はセルロースの利用ということで、ニトロセルロースとアセチルセルロースについて勉強していきたいと思います。まずニトロセルロースなんですが、セルロースに根酸、濃硝酸、濃硫酸、これを作用させますと、させて、乾燥させますとニトロセルロースになります。セルロースと言いますと脱脂綿ですね。ですので脱脂綿に濃硫酸、濃硝酸の根酸につけて、水洗いして、乾かして、実際にニトロセルロース作ってみました。では動画の方をまずご覧ください。普通の脱脂綿です。何もしてないやつで、これこの間硝酸と濃硫酸に入れて乾かしたニトロセルロースになってるはずなんで、ちょっと燃やしてみたいと思います。普通の脱脂綿って火つけると燃えるのかって感じ、こんな感じで一応燃えてますね。こんな感じで普通のやつをこうやって普通に燃えて、普通の脱脂綿の燃え方映ってるね。これは普通の燃え方になります。こっちの方はこの燃やし、瞬間源みたいなものなんだ。動画の方をご覧いただきましたけれども、ニトロセルロースっていうのをね、火をつけると一瞬で消えてしまう、手のひらの上で燃やしても火傷しないっていうことだったんですが、実際やってみるとちょっと熱かったですね。火傷はしてないんですけれども、乾燥の式でこれ見てみたいと思います。セルロース、ちょっと OH が3つあるので、この3つが分かるように、指令式で書いてます。そして硝酸ですね。実際に反応しているのは硝酸側なので、HNO3 ですけれども、HONO2 という形で書いています。硝酸の方ですね。で、実は OH の部分が ONO2 に変わって、トリニトロセルロースというふうになったんです。ちょっと分子の形がイメージできるような形で書くと、ここの OH 部分が ONO2 に変わっているのが分かると思います。ちょっとここのところ見て。硝酸が構造式で書くとこんな風に書けるんですね。 OH があって、こちらが NO になります。これが HNO3 の硝酸になります。で、これはエステル化反応になりまして、濃硫酸で脱水します。エステル化酸の方から OH で
OH とここが取れますと ONO2 になって脱水すると。ですのでこれは硝酸エステルの形になります。それから今燃やしたのはトリニトロセルロス、こちらなんです。消火面といいまして無塩化薬の原料になります。こちらの方が2箇所だけですと G ニトロセルロースといいましてセルロイドの原料、それからコロチオンの原料になります。次はアセチルセルロースの話です。このセルロースと無水酢酸を反応させます。硫酸の元であったり塩化塩の元であったりします。そうしますとどんな反応が起こりますかと、起こるかといいますと、このところがですね OCOCH3 に変わりまして、これは3箇所全部変えたやつですけれども、トリニトロセルロースというものができます。 OH 部分が3箇所すべて OCOCH3 に変わっています。でこの時は酢酸が取れる形になります。この反応をちょっと見てみますと、脱水より酢酸が抜く形なんでちょっと難しいんですけど、無水酢酸こんな風に書けます。 OH があります。ここから、水を抜くんじゃなくて酢酸分子を抜きます。そうするとここが取れて OCOCH3 というふうになりますので、先ほどの手でように OH 部分が OCOCH3 となるわけです、はい。で、3つ全部 OCOCH3 になったのはトリアセチルセルロースになります。まあ、映画のフィルムなんかに使われているやつですね。でこれは実は加水分解してちょっと戻してあげるとチアセチルセルロースになって2箇所に1箇所戻るんですね。これがアセテートという半合成繊維ということが言うことができます。はい、今回ですね、アセテートのところで半合成繊維という言葉が出てきましたので、ちょっと説明しておきたいと思います。でこの後また次の回で再生繊維レーオンも出てきます。まあ、繊維を大きく分けて天然の繊維と化学的な繊維に分けられるんですね。天然の繊維の方は植物由来の植物繊維と動物由来の動物繊維に分けられます。植物の方でいうと綿とか麻ですね。綿はコットンです。麻の方はまあリネンになります。それから動物性の繊維といいますと、まあ、毛です。動物の毛ですね。ウールとかカシミヤとか、それからシルク、これも蚕さんなのでこれも動物性の繊維になります。それに対して人間が手を加えている方、一つは再生繊維というのがあります。これはレーヨンなんですけど、これはセルロースを一回溶かしてまたセルロースにしているので、化学的にはセルロースのままなんです。再生している繊維で、今回やったアセテートはですねセルロースの構造の一部が変化しています。元が天然素材で一部変えてますので、これを半合成繊維と言いますね。それからもう全然繊維でも何でもセルロースとかでなく、まあ、一から石油からまあ繊維を作るようなイメージ、合成繊維と言われてるやつ、ポリエステルとかナイロンとかビニロンとかアクリルっていうのはこれは合成繊維というふうに分類されます。まあ、この機会に確認しておいてください。